皆さんこんばんは、中山康秀のヤストラダムス、今夜も始まりました。いつも通りキス FM 神戸のスタジオから生放送でお送りする1時間、ぜひともお聞き呼びいただきたいと存じます。さあ、今日はですね、スペシャルゲストをお招きいたしておりますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。今夜のスペシャルゲストは今年初のコラボレーションになります。もうヤストラダムスといえばこの方、ロバちゃんやっちゃんといえばこの方、エルドリッジロバート博士でございます。博士こんばんは。こんばんは、ニハオ。いや今ですね、こんばんはニハオと博士おっしゃいましたけども、ニハオということはどこにおられますか？はい、ですね、今は台湾の首都である台北におります。なるほど、素晴らしい。台北というとですね、まさに13日に投票が行われました台湾の総統選挙で、その総統選挙に、ちょうど、まあ、ある意味情報収集含めて取材に行かれてたということでよろしいんでしょうか？そうです、はい。なるほど。で、実はより長期的に滞在する予定です。はい、それ後ほど説明します。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、視聴者の皆さん、キスナーの皆さん、今日は、ロバート D. エルドリッジ博士 in 台湾で、台湾とこの日本の神の住む家と書いて神戸、その 台北と神戸を結んでですね、ロバちゃんやっちゃん大活躍の巻という1時間生放送を今日はやりたいと思いますので、どうかキスナーの皆さん心して聞いていただきますようによろしくお願いします。はい、まあ、今回はですね、まあいろいろとこの台湾の総統選挙、私自身はですね、この台湾の民主主義を守るのみならず、世界の民主主義を守るための戦いだったと、そういうふうに位置づけております。台湾の自由と民主主義を守ることというのは世界の民主主義を守ることに通じるんじゃないのかと、そういう意見を持っておりますが、そのあたりも含めてですね、ロバちゃんやっちゃんで、今日はお話をしていきたいなと思ってます。それではロバちゃん、はい、1曲目ロバちゃんのリクエストが入ってるんですけども、よろしいでしょうか？はい、ご自身でちょっと紹介していただいて。わかりました、はい、これいきなり激しい曲になるんですけれども、はい、これが私が大好きなレッド・ゼプリンの、ね、今から46年前、はい、収録したレコーディングした曲ですけれども、はい、82年のコーダというアルバムで、まあ、発表してるんですけれども、はい、Wearing and Tearing という曲です。はい。じゃあ、皆さん、どうぞ！めっちゃ激しいですね。今、キスナーの皆さんには、地上波では今これが流れてます。ロバちゃんリクエストのこのレッド・ゼッペリンが。はい。レッド・ゼッペリンにしてはなんかこう、明るく軽快な感じですね、これ。これが彼らが、まあ、ちょうどその時、パンクという音楽が、はいはい、ジャンルがやっぱり、まあ、始まっていたので、それに競争する曲をなんか作ってみたらしい。はい、なるほど。うん。だから彼らとしてはちょっと違う音楽ですけれども、非常に激しい。はい。ですね。82年というと私はまだ小学校6年生でしたね。うんうん、はい、そうです。いやでも台湾はすごい楽しいでしょ。もうそうですね、うん、でもね、気になることがあったんです。その外交部、台湾の外交部が、ね、かなりトランプ批判とか反トランプの人が多い。あ、なるほど。で、それがやっぱりメディアの、なんていう、その洗脳されていると思う。で、結構激しいやり取りをこの間やりました。あ、そうですか。で、うん、逆に私は彼らにいっぱい質問したんで、答えられなかったん。だから、勉強不足なのか、あるいはその、まあ、聞きたい、知りたい情報しか聞いてないのか。でも、ね、招いてくださった外交部の人が、はい、まあ、よく言ってくれたと、まあ、その後言ってて、で、定期的に彼らの勉強会に
私は出席して、まあ、発言することに、はい、なる。なるほどね。うん。なるほど。まあ、日本の外務省もトランプ大統領のが初当選するときの選挙、うん、この時はですね、みんな実はトランプさんが勝つと外務省は全然データを見ながらでも判断できなかったんですよね。で、あの時に岡本さん、岡本幸男さん、はい、もう亡くなられたんですけども、はいはい、岡本さんがですね、議員会館に来られてこうおっしゃったんですよ。我々外務省っていうのは日米外交を一生懸命やってきたと思ってたけども、今考えますとアメリカの国民の半分の人しかとしか付き合ってなかったんじゃないかと。すなわちそれは米国の民主党政権、要するに民主党の人たちとしかやってなかったんじゃないかと。そう、もっと共和党ときちっとすべきだというのを岡本幸男さんがおっしゃったんですね。うんうん、はい、その通り、ね、うん、であの時 の、 そのやっぱり台湾ってやっぱり日本とこう似たようなところが多少あってですね、うん、やっぱその辺もあると思うんですよね、うんうん、影響も、うんうんうん、さあオンエアに戻りますね。はい、はい、オンエア戻ります。時刻は午前0時7分16秒回りました。キッス FM 神戸、中山康秀のヤストロダムス、今夜も生放送でお送りしております。さて今夜はですね、一番最初から聞いてなかった人のために申し上げますけれども、今夜はスペシャルゲストがいらっしゃってます。実はスペシャルゲストはもう中山康秀のヤストラダムスといえばこの方、ロバート D エルドリッジ博士、通称ロバちゃんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。どうも、今日はね、令和6年波乱の幕開けですけど、初ロバちゃんやっちゃんで、はい、お送りするということになるわけですけども、1曲目はですね、この1982年にリリースされましたレッド・ゼッペリンの音楽をですね、今日はロバちゃんがもう俺のわがままを聞いてくれ、キス FM 流してくれということで、兵庫県を中心に全域に聞こえるようにですね、ロバちゃんのリクエストを流させていただいたということになってますけども、満足ですか？そうですね。というのは、私はすごく今興奮している。ああ、本当。なぜなら、なぜなら今いるところの、はい、昨日行われた大きな大きな今年の一番、まあ、重要な選挙の一つである、はい、はい、総統選が行われて、うん、はい、私が望んでいた結果になりました。なるほど。はい、それはもしかして、うん、台湾ということですよね。はい。そうです。ですよね。そうです。いや、はい、民進党の頼清徳さん、頼鎮徹さんが勝利されたということですよね。そうです、うん。そうです。実は私は10日前から、はい、この台湾に、うん、移住しまして、ほら、これから長期的に、うんうん、台湾と日本とアメリカの3カ国の関係をちょっと研究したいというふうに思ってます。はい、なるほど。それすごくいいですね。そのテーマというか議題というかアジェンダというか、はいはい、目的というか、はい、私もですね、非常にこう考え方というか研究しなきゃいけないと思っているところが、今博士がおっしゃったところと非常に似てまして、うん、と言いますのもですね、これ、まあ、世界中にその尊い命を、世界中の方々の尊い命を奪い去った例の武漢ウイルス、COVID-19 ですね、新型コロナウイルスパンデミック、このパンデミックが、まあ、続いてですね、パンデミックが収束したら世界がやっと人間がこう動き出すという形で落ち着く社会になるんじゃないかと思ってたら、とんでもない真逆になったのが、まず最初ロシアによるウクライナに対する侵略戦争ですよね。で、ここで私たちがこう見せつけられたのが、コロナ禍ではこのサプライチェーンという言葉が出てきてて、でその前からもうトランプさん率いるアメリカ、バーサス習近平国家主席率いる中華人民共和国という形で、こうその GDP ナンバーワンツーの国々がですね、こう結構対抗してましたよね。うん、でそのまま、まあ、パンデミックがいきなりゴンと来て、いきなりみんなこう
休戦状態というか、そういった、まあ、なんていうか、簡単に言えば罵り合いというかですね、戦争的なものが、いきなりポンと一回ブレイクになったような感じになりました。で、はい、ワクチンの供給から、いろいろ機械を作る部品まで、その全てのそのサプライチェーンを見直すべきじゃないかと、食料も含めても、という議論が出てきて、サプライチェーンの重要性っていうのをすごく認識させられたパンデミックだったと思うんです。で、その後ですね、今度ロシアがそのウクライナに侵略戦争を挑んで、まあ細かく言うとクリミア半島をその襲う前に先に、取ってしまってたという1回目の攻撃があったわけですけれども、まあ、2回目の侵略ということをやった。それでそこだけで終わるのかと思ったら、今度またしばらく期間を置いてハマスというテロリストが、アメリカ合衆国政府からテロリスト団体として指定されているハマスという組織がですね、イスラエルの方に、ガザの境界線を越えてですね、テロ攻撃を行って、たくさんの無辜の市民を殺戮すると同時に、たくさんの人を誘拐拉致したという事件が起きましたよね。で、それがだんだんエスカレートしてきた。で中東がこう不安定化されたと思ったら、今度はですね、その派生というか、イエメンのフーシ派、まあ、事実上はイランが武器を提供してるわけですけども、このフーシがですね、日本に関係している船も含めて打捕したりとか、ドローン攻撃したりとかしてきて、でつい先日、この台湾の総統選挙がそれこそ投票日に至る直前でしたけれども、アメリカ合衆国とイギリスの軍隊がこのイエメンに対して、そのフーシ派の拠点を空爆するということが起きましたよね。で、そうやってなんとなくこうずっとパンデミック後の世界っていうのが、あのドミノエフェクトのようにですね、ドミノ倒しのように、ちょっとずつそういった、まあ、バイオレンスでは効かないぐらいの戦争というものがこう伝わってきてる、伝播してきてるという印象があって、でそこでまあデモクラシー対オートクラシーっていうのもですね、非常にその対立軸として、明確になってきてて、どっちにつくのかということを必ず選択しなきゃいけないような環境がおのずから出てきてた。まあその中でアジアにおいては、この民主主義国である、民主主義であるその台湾、それと、共産党一党独裁の国家である中華人民共和国、この2つがですね、いわゆるそのヘンリー・キッシンジャー・ニクソンの時代のワン・チャイナ・ポリシー、一つの中国という、そういった、まあ、事実上の政治的なコントラディクション、矛盾ですね、それが今20世紀に作られた矛盾の原因が、今このいろんな意味でその影響を21世紀に、及ぼしている、そのプロセスの中において、いわゆる今回の総統選挙で、中国が、習近平国家主席は選挙何も関係ないはずなのに、台湾のにもかかわらず、前以前からですけれども、台湾は 中共にとっては革新的利益だという言葉を使い、で台湾は、まあ、台湾の独立を許さないとか、台湾のその何ですか、欧米の人たちでも台湾の独立は心配だとか、その独立っていう言葉を使う人多いんですけど、事実上独立しているんですから、今現在。そうですね。だから主権国家ですよね。だからそれを、その言葉を言うこと自体が理解が低いのかなと思ったりもするところあるんですけども、だけど、はい、ぜひですね、今日なんでロバちゃんに番組に急遽ご出演いただいたかというと、今ロバート博士、ロバちゃんはですね、台北にいて、そして、来世徳氏のこの勝利を現地で見届けて、しかも見届けて、これで、はい、じゃあまた日本に帰りますよ、アメリカに行きますよではなくて、このまま約1年間ずっといてですね、これからの台湾のその動きというか、ディレクションというか、それをさらに見定めたいということですし、調査がどんどん深掘りされていくっていうので、もう毎週末日曜日ロバちゃんに出てもらってもいいかなと思ってるぐらいなんですけど、ね、
ありがとうございます。ね、はい。ざっくり言うと、そんな感じでですね、このパンデミック後の世界を見てて、うん、今日はぜひこの中山康秀のヤストラダムスとしてはですね、ロバート博士、ロバちゃんに、そのあたりを、まあ、切り口にしていただいて、いろいろと現地から、直接、この中山康秀のヤストラダムス、スーパースペシャル特派員ロバちゃんとしてですね、台北からの情報を、ぜひ今、皆さん、キスナーの皆さんに共有していただきたいなと思うんですが、ロバちゃん、いかがでしょう。はい。そう、ぜひ、ぜひ。うん、実は、この週末、日本からたくさんの、まあ、お客さんが迎えて、で、やっぱり、台湾の選挙は、日本にとっても非常に重要な選挙だな、ということを、はい、やっぱり、こっちに来てから、やっぱり、意識がものすごく、高くなったというか、うん、で、明日も、いろんな日本人と交流することになるんですけども、はい、夜は、うん、日本の非常に大切にしている台湾の方々とも交流会がある。だから、この選挙が、もしかするとかつてないほど、うん、まあ、世界が注目したものであるし、あと日本と台湾のさらに、うんうん、まあ、深い関係を作ったものだということをちょっと、やっぱりこっちに来てから感じています。そうですね。はい、これロバちゃんもご存知の通り、この今現在は蔡英文総統がですね、まさに台湾の総統で、はい、副総統がこの頼清徳さんだったわけですよね。そうです。ね、はい、で、今度、この、まあ、移行期間がとりあえずあるわけですよね。はい、5ヶ月間。5ヶ月間。はい、で、この、今の現総統である蔡英文氏から副総統で今回の総統選挙に勝利なさった次期総統である頼清徳さんにトランジションされるということになるわけですね。はい、そうですね。で、今回ね、いろいろロバちゃんに伺いたいことあるんですけども、その各候補の特徴とか比較っていうより言うことも伺いたいとは思うもののですね、その前にやっぱり一番気になったのは、この台湾の総統選挙に対してですね、相当やっぱり中華人民共和国の方からいろいろな影響というか、例えば SNS とかサイバースペースを使ってですね、台湾の内政の選挙に対して外側から影響を与えてやろう、国境の外から影響を与えてやろうと思っていたような節が見えるような事件がいろいろとあったりとか、台湾メディアの記者がですね、当局に拘束されたりとか、そういうことがこの選挙前、選挙中起きましたよね。調査を実際してなかった世論調査の結果を結果で誘導していこうとしたりとか、はい、いわゆる、はい、まあ、ざっくり言えばフェイクニュースですよね。はい、うん、そういうことで台湾の有権者の心を惑わそうとしたというようなことが、まあ、これ例えば NHK なんかでもですね、報道されるぐらい、今現在の NHK のホームページも最新注目の動画なんていうので、それがまさに載ってたりするんですけども、うんうん、今ロバちゃんはですね、ここ数日間ずっと、台湾におられて、こういった台湾の総統選に対して中国共産党、中華人民共和国の方からのこういう影響、インフルエンスというか、こういったものをどのようにご覧になられてました？そうですね、今先生がおっしゃってたことに加えて、テレビニュースとか、いろんな画面で、この国民党の、まあ、大会、集会の、ですね、その人数を、うん、まあ、見たときは、これはもしかすると中国の工作員が動員されたり、うん、あるいは何らかの形で人数を、まあ、より多く見せるために参加してるんじゃないか、はい、ということを、まあ、思っていたんですけれども、で、私は実は、金曜日の夜、国民党の集会に、見に行ったん。うんうんうん。うん、で、まあ、
もちろん目立つんですけれども、はい、まあ、目立ってないところに、まあ、ずっと立ってたんですけれども、うん、で、まあ、その、まあ、実際にその誰が大陸から来ているのかがちょっとわからないんですけれども、はい、あの、まあ、絶対に、やっぱり、まあ、調査とか監視のために、まあ、来ているんというふうに思います。うん、で、そこで、やっぱり、現場に、ね、4時間ぐらい、はい、行ったんですけれども、ちょっと分かってきたのは、その国民党はいろんな組織を、まあ、動員している。例えば、その、うん、漁業、まあ、協会とか、あるいは何かの医療協会、はい、あるいはその、まあ、商工会的なもの、経営者的なものの、いろんな協会を、はい、まあ、各会を動員して参加 させていたんで、大体の集会は夜10時ギリギリまで終わるんですけれども、はい、大体9時頃になると、まあ、多くの人たちが、はい、まあ、あの帰ることにしているん、うん、で、それが、まあ、交通の、まあ、都合で帰らないといけない人もいて、あるいはそのバスで、あの、来た人たちが、まあ、バスに乗って帰る人もいるんですけれども、うんうん、おそらくその、まあ、なんていうその、動員された人は、まあ、とりあえずの参加という形で、はい、一定の時間になると、まあ、解放される、うん。で、あの、あともう一つ、感じたのは、はい、すべての世代が、うん、国民党の集会にも出ていたんですが、はい、若い人たちがあんまり熱意がなかったん、うん、で、あの、まあ、どちらかといえば無表情だったん。なるほど。で、あの、年寄りの方々が結構熱心だったんですが、はい、その若い人たちが、うん、まあ、なんていう、その参加させられている、うんうん、という感じが、やっぱりしていたん。はい。うん、だから、まあ、中国は絶対介入していると思うんですけれども、はい、私が直接見たのは、うん、それが、あの、まあ、ちょっと何とも言えないなるほど、ところだった。はい。なるほどですね。いや、今ね、ちょっと3つ、記事、ネット上にある記事をですね、ちょっと軽くご紹介したいなと思うんですけど、うん、まあ、さっきもちらっと申し上げたように、NHK なんかでは、台湾総統選挙 SNS で中国対抗の候補批判、中国の関与を疑う分析もっていうので、1月14日の19時3分に配信されているんですね。まあ、あのタイトル読めば分かりますけども、中身はですね、今回の台湾総統選挙をめぐっては SNS 上で複数のアカウントが繰り返し特定の候補を批判したり、ハッキングされたルーターが投稿に使われたりするなどの動きが確認されたというんですね。で、台湾のサイバーセキュリティの会社は中国が関与した疑いがあると分析をしていると。で、台湾のセキュリティ会社 TeamT5 という会社は今回の総統選でサイバー空間での中国の関与が疑われるいわゆる影響工作を調査するため数千に及ぶ SNS アカウントやネット掲示板の書き込みを監視してきましたという、まあ、あの1パラグラフ2パラグラフ目まで言うとそんな感じになってます。で、あともう一つはですね、こんな記事が出てました。時系列でいくと、まあ、今 NHK のが一番最新とすれば1月13日1日前、1月13日の午前7時32分配信、これダイヤモンドオンラインですけれども、台湾総統選で偽世論調査が拡散、ロックバンドにも圧力もと、日本でも中国の政治工作は起きるのかというレポートが出されています。それからですね、3つ目、最後ご紹介したい記事ですけれども、これは1月11日木曜日21時42分配信の日本テレビ日テレニュースですけれども、いわゆる NNN ニュース、不満持つ若者を親中派に、中国政府機関が工作ツアー開催、13日に台湾総統選挙という記事を出しております。で、これどういうことかというと、なんとですね、13日に台湾で総統選挙の投票が行われますが、台湾統一を掲げる中国は友好的な交流を謳って台湾の若者の取り込みを狙う工作ツアーを開催していると。
中国メディアは先月中国南部のリゾート珠海で、観光を楽しむ台湾の若者たちの姿を報じたと。12月4日台湾の青年たちが期待を胸に海峡を越え、ここ大陸の珠海を訪れました。実はこのツアー主催しているのは中国の政府機関です。台湾の若者をターゲットにした工作ツアーの狙いはというと、13日に投開票が迫る台湾総統選挙ですと。中国と距離を置く与党民進党の来世徳候補と、中国との関係改善を訴える国民党の方ユイ候補、それ台湾は米中の架け橋になるべきとする民衆党のコウ・ウェンジェ候補と、の三つどもえの戦いになっていますという、そんなレポートが出てるんですね。ですから今回ですね、この台湾の内政に対して外からですね、いわゆる影響工作によって選挙結果を狂わそうとして、いろんな、まあ、手法が取られてた。これはですね、過去にアメリカの大統領選挙、それから、フランスの大統領選挙なんかでも、もうこれは具体的にですね、政府関係機関が当時発表してましたけども、それぞれの大統領選挙に当時はロシアから影響工作があったということをですね、政府関係機関が発表するということがありました。今回ですね、こういう影響工作というものが露骨にある意味行われているものの、まあ、SNS すなわちインターネットというものがツールとして随分その選挙としてのいい情報を拡散するのにも役立つし、悪い情報を拡散するのにも役立つということで、これ致しかゆしのところがありますけど、まあ、民主主義とサイバースペース、民主主義とインターネット SNS ということを考えみますとですね、ロバちゃんどうでしょう、こういう中国が今回、もしくは中国側に立っているような関連している国家やそれに準ずるもの組織、こういった人たちがですね、台湾に対する選挙結果影響を与えようとしたと。で、まあここで質問をしたいことがあるんですけれども、とりあえずね、ロバちゃんの期待する候補者ライ・チンテ、いわゆるライ・セイトクさんが勝ってよかったと言ってさっきおっしゃってたじゃないですか。はい、他方でですね、この台湾の総統選、実は立法院の選挙も一緒に行われたじゃないですか、日本でいう国会、ところがこの立法院はですね、民進党が過半数を維持できなかったということなんですよね。で、はい、予定、まあ、5月に、まあ、就任される、総統に就任する予定の頼清徳さん、頼さん難しい政権運営を強いられることになりそうだと思うんですけれども、このあたりはですね、はい、ロバちゃんどういうふうにご覧になられてますか。はい、もう今たくさんの話があったので、うん、よかったらちょっと先の情報戦の話、はいはい、ちょっとだけ戻りたいんですけども、ぜひお願いします。やっぱり中国が、あるいはロシアが狙っていたのは、私はその彼らが、まあ、支持している、人、あるいはその政党を勝たせるというより、はい、混乱を作りたい。要するにその民主主義、あるいはその国の制度に対するの、まあ、疑問、疑念を持たせること、はい、その困難を多分目指していた、うん、そういうふうに思ってます、はい。で、そこで今回ちょっと感じていたのは、うん、やっぱり若い人たちがものすごく、まあ、情報通というか、よく、まあ、情報収集したり、うん、自分なりに分析したり、はい、あんまり変に誘導されていない人も結構いるというふうに思ってます。なるほど。で、なぜそれが言えるかというと、はい、この台湾に来てから私は、淡水という、うん、はい、西側、台北よりちょっと西にある、はい、沿岸沿いの可愛い町にある、うんうん、大学、炭鉱大学の、はい、外交国際関係学部に所属することになっているんですけれども、はい、で、その学生たちと、まあ、この10日間にいろんな交流があって、はい、で、実は2人の学生たちと一緒に行動して、で、彼らの、まあ、その投票所
その近所の投票所まで、はい、連れてもらって、うん、で、その、まあ、その小学校で行っているんですけども、小学校に入って、はい、その投票行動を、まあ、見ることができたんですけども、うん、とにかく彼らはやっぱり一生懸命勉強しているんで、自分で情報収集して自分で判断する、うん、だからその中国が例えばやろうとしたことは、まあ、若い人たちにはそんなに効果がない、うんうん、ということが言えるかもしれない、うん、で 中年ある年寄りよりの方々にはもしかすると影響を与えたかもしれないんですが、はいはいはい、でそこでその、その、まあ、来次期総統が政権運営で、うんまあ、どういうような課題が、まあ、あるだろうかということで、あとでちょっと外交的な話したいと思うんですけど、はい、とりあえず国内政治には、彼が、40%、40.05% の、はい、得票数取ったんですけれども、ええ、で、要するにその野党の方が6割ぐらいも持っている、うんはい、で、その国民党が 33.49、うん、で、民主党が、はい、日本の民主党とかアメリカの民主党と違う字で書いてるんですけども、うん、民間の民に衆議院の衆に党ですよね。そうです、はい、そうです、うん、でこの民主党が、うん26.46% はい、はいはい、だったんですけども、まあ、要するに野党は6割ぐらい、はいまあ、持っているので、うんうん、この妥協しないといけない部分がある、はい、で昨日の第3の演説、うん、その、まあ、勝利宣言の時、非常に謙虚的なお話されていた、うん、でその中で彼が、その、まあ、野党の、政策を、まあ、丁寧に検証して取り入れるものを取り入れたい、うん、そしてその野党の、まあ、人材はい、を、ですね、まあ、可能であれば、まあ、自分の政権に、取り入れたいということです。うんうん、なるほど。で、そこで、その、まあ、おそらく、第三の政党の民主党を、まあ、そのカスティングボートを持っているので、はいはい、彼らとの、まあ、接近できるところもあればやるし、うん、まあ、場合によって国民党の方、その政策が一致している場合、はい、で昨日ライさんがもう一つすごくいいことを言ったんだな、うん、と思ったのが、彼はその政策的に考えが一緒のものに関してどん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 、うん、進めていきたい。なるほど、まあ、スピード感を持ってやる、はい、でそのコンセンサスができてないこと、そして優先順位がそれほど高くないもの、うん、つまり時間的な余裕があるものは、はい、まあ、丁寧に時間をかけて、うん、まあ、協議したりコンセンサスを作るという、はい、うん、非常にまあ、いい話されていたと思う、はい、だから政権の運営は、まあ、なんていうその常識的に考えた場合は多分難しいと思うんですが、彼のようなまあ、方でその、まあ、ずっと副総統を務めたり、はいはい、うん、もう相当経験がある、あと性格的には穏健であることは、ね、はいはい、ある意味ではまあ安心できるということです、うん、ですが、うん、そのともう一つ問題が、若者は実は、その既存の政党に対してやっぱり不満がある、はい、すべてではないんですけれども、うんうん、まあ、26% ぐらいの、まあ、若い人たちと、うん、あと、まあ、それ以外の人たち、で、この、その若い人たちが不満に持っていることを、まあ、やっぱり正さないと、うん、あるいはその問題を解消しないと、まあ、もしかすると次の選挙が、うん、まあ、きついかもしれない、うん、ということです、はい。で、なぜそれ言ってるかというと、うん、今から40年前、
アメリカの、レーゲン政権の時、8年間共和党政権が続いてたんですけれども、はいはい、で88年に今度、うんうん、当時の副大統領であったブッシュ、うんまあ、シニアが、はいまあ、立候補して結局勝ったんですけれども、彼の政権が4年で終わってしまったんです。はいはい、だから、まあ、何を言いたいかというと、うん、今の蔡英文さんの政権が8年、はいはいまあ、続いてたんですけれども、今度その副総統、まあ、要するに副大統領が、今度大統領総統になると、はい、8年の保証がないので、4年で、はいうんまあ、今の4年頑張らなければ4年で終わる、うんうんまあ、可能性が否定できない。確かに。なるほど。海外で比較した場合、こういうような前例があるので、4年で終わってしまう。はい、そうですね。だからそれを、まあ、うん、彼の周りにそういうことも、申し上げているので、それをやっぱり、気づいてほしいな、と。うん、いうふうに思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。まあね、プラス議会の方はねじれがあるという状態ですからね、はい、余計にそういった意味で緊張感を持っていかなきゃダメだよと。逆に緊張感を持って、このねじれの、ねじれがあるからこそ緊張感を持って、一番最初のその来世徳さんがおっしゃった政策をコンセンサスを持って、なおかつスピード感を持ってやる。で、野党の政策と人材もうまく、まあ、織り交ぜ投与していくということが、もしうまく本当にいけばですね、若者のターゲット層なんかも納得することさせることができたら、まあいい方向性で、まあさらに頑張る機会が増えるという可能性があるということでございました。さあロバちゃん、ここで、はい、ちょっとマドンナの音楽2曲流したいと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、1曲目はパパ Don't Preach、 2曲目はマテリアルガールです。どうぞ。時刻は午前0時40分46秒回りました。キッス FM 神戸中山康秀のアストラダムス、今日も生放送でやっております。そして今日はですね、スペシャルスーパー特派員のですね、ロバート D. エルドリッチ博士が台北におりましてアストラダムスが誇るスーパースペシャル特派員でございますので、今日はですね、ロバちゃんやっちゃん久しぶり、令和6年最初のコラボということで、ロバちゃんやっちゃんやってますが、ロバちゃんこんばんは。こんばんは。改めましてよろしくお願いします。はい。台湾は時差1時間ですよね。そうです。今、11時41分です。はい。ありがとうございます。ということで、ロバちゃん今台北におられて、今お話聞いてくださってます。してくださってます。はい。はい。ということでですね、いくつかメッセージいただいてますので、ちょっとご紹介していきたいと思います。中山さん、ロバちゃんこんばんは。こんばんは。台湾総統選は民進党の頼清徳氏が勝利しました。個人的には主に政策路線の継続性という部分で大歓迎しています。投票日直前の国民党馬英九前総統による中台統一は受け入れられるし、習近平を信じなくてはいけないといった暴言による追い風などもありましたが、一義的には野党候補の統一がならなかったことが大きかったんでしょうね。ただ立法院での民進党は少数与党となり、キャスティングボードを握ることになった第三政党の動向次第では停滞や混乱も起こり得そうと。仮にそうなれば、この地域の安全保障環境にも影を落とすことになりかねません。そのあたりも含め、中山さんは今回の総統選と立法院選をどのようにご覧になられましたか。またロバちゃんにも伺いたいです。ということで、神戸市にお住まいの、ミリコスさん、それから、キスネム仮面さん、中山さんとロバートさんこんばんは。台湾総統選挙について中国からも様々な圧力があったと思うのですが、それでも台湾国民が与党民進党の頼清徳氏を選んだ一番の理由は何だと思いますか。また中国はこれからどれくらいの圧力を台湾にかけてくると思いますか。その圧力をかわし、台湾が国際社会に利益を生ませるためには何が必要か知りたいです、という姫路市から仮面さん、ありがとうございます。続きまして、キスネームミーさん、台湾を国家として認めている国はどれくらいあるんでしょうか。またアメリカバイデン大統領は民主進歩党、民進党の頼清徳副総統が勝利したことを受け、私たちは独立を支持しないと述べたそうです。アメリカと中国の利害関係を見越しての発言だと思うのですが、アメリカはどんな狙いがあるのか知りたいと。尼崎市のミーさんです。そして、キスネームマコズデラックスさん、中山さん皆さんこんばんは。13日に投開票
が行われた台湾の総統選挙で与党民進党の雷清徳副総統が次期総統に、シャオ・ビキン前中米大使が副総統に当選し、中国共産党と距離を置く蔡英文総統の路線を引き継ぐことになり、我が国をはじめとする自由と民主主義の価値観を共有する国々にとって安心材料となりましたが、同時に行われた立法院選挙では民進党が国民党にわずか1議席差で過半数割れし、任期が始まる5月以降難しい舵取りをしなくてはならないことになりました。選挙期間中、中国共産党は台湾の国の一部だと固くなに主張し、軍事的経済的な圧力、フェイクニュースを駆使して来氏当選を阻止しようと躍起になっていましたが、不発に終わり、この後世界から来氏へ祝意が寄せられると内政干渉だなどと反発しているようですが、国民の代表を決める選挙制度がない中国が民主的なプロセスで国の代表を決める台湾の選挙に文句を言うのはおかしいと思いますという、北九州市からマコツラックさん、ありがとうございます。今のところこういったご意見等来てますが、いかがでしょう、ロバちゃん。いや、やっぱりいつも素晴らしいご質問がたくさん来てるんですけれども、はい、ありがとうございます。やっぱりその なぜ、来候補に、まあ、一番入れた理由は、やっぱりその、本人も昨日の夜おっしゃっていたんですけれども、やっぱり台湾の、まあ、有権者、台湾の国民は、やっぱりその、まあ、独裁政権を望んでいない。つまり中国のような制度はもう望んでいない。民主主義を、まあ、選びたいということだったの、はい。で、先生がさっきおっしゃってたんですけども、はい、オトクラシーとかオトクラティックとデモクラティック。はい、で、先制政治と民主主義ってことですね。そうです。はい。で、ライさんが同じ表現、昨日の夜使っていたんで、それがもう、もうはっきりしている。うん、で、さらに、ま、特に昨日、その若い人たちといろいろ意見交換しているんですけども、彼らは、中国をあんまり恐れていない、ということで、うん、で、これが平和ボケの意味じゃなくて、台湾に対して、ここまで、まあ、自信があるから、この国の制度、つまり民主主義、経済、知的のブレインとか、この台湾がもう本当に主権国家である、自信がある、ここまで来た、その、若い人たちがすごい自信がある。はい、だから、彼らは、中国と、競争しろと言ってる、うんうん、軍事的な圧力ではなく、経済、社会的な競争しようで、100年後、どっちが残っているのかを、まあ、競争しようという、ことを言ってた、はい。それが、もうその通りだなと思っているんですけれども。あ、うん、と、なぜ、まあ、民進党に入れたかというと、はい、で、ライさんが昨日も言いましたけれども、はい、この中国による圧力、そしてプレッシャーと、まあ、いたずらとかいじめ、インティミデーションは絶対受け入れないという、ことも言ってたんで、要するにその台湾のまあ、国民が、まあ、しっかりした、その、アイデンティティ持っているので、だから、それが一番、まあ、表しているのは、おそらく民進党だった、ということです。はい。なるほど、うん。なるほどですね。まあ、その通りだと思いますね。今、また、キツネムクロちゃんという方から、今、先生が、ロバちゃんが先に答えてくれちゃったんですけども、それに、その答えを導き出すための質問をまさにくれてます。民主進歩党の雷清徳氏が当選した理由が知りたいと、彼を支持したのはどれくらいの年齢層なのか、台湾の若者は自分たちを台湾国民だと思い、中国とは一線を画す心情を持っていると聞きますと、世代間のギャップのズレのない方が、ずれない方が台湾は安定した民主国家として安定した国家運営をできるのではないかと考えますという、神戸市からクロちゃん、ありがとうございます。今のねロバちゃんの解説でよく理解いただけたかと存じます。まあまあそんなこんなでですね、この台湾の総統選挙がですね、まあ
まあ、ある意味、この今の現状、台湾を取り囲む現状を投影している選挙だなとも思ったんですね、結果は。これは別に、なんていうか、中立的な表現で申し上げるとそんな感じかなと思ったんですね。私、台湾大好きですし、民主主義国家に住んでるものですから、民主主義国家の勝利を祈りたいという考え方を持ってます。で、その中で、頼清徳さんはですね、非常にいい候補であって、で、まあ、いい結果を残した。他方で、その頼さんを選んだ国民有権者は、議会ではですね、本当に一議席なんだけれども、野党に議席を、一議席、多めに渡したと。作ったと。まあ、そこがですね、その、なんとも言えない感じ。で、まあ、だけど、私はですね、これ、今ロバート博士、ロバちゃんがおっしゃってくださったみたいに、まあ、民主主義とか経済力、それから何よりもですね、やっぱり台湾の国民は独裁を嫌うとおっしゃってた言葉が、一番わかりやすいと思うんですけども、要するに香港がありましたよね。まず香港にまつわる話でいきますと、その97年香港の返還があって、だけどその一国二制度にするって言ってた習近平国家主席は、自分が言ったことを、約束を破ってしまったわけですよね。で、共産党一党独裁の、まあ、北京と変わらない状態をですね、まさにイギリス統治だった、イギリスの統治領だった香港でやってしまっていると。で、香港の市民の人たちは、もうもはや昔の香港じゃないですよね。で、あの時欧米はですね、国家、それこそ大統領たちは、首脳たちは、香港を守らなきゃいけないと。香港の民主主義を守れって言ったけど、結局守れなかったじゃないですかと。そうです。はい、今回はですね、まあ、あの時は香港地続きだったから仕方ないって言うのかもしれませんけど、今回はですね、台湾は独立した島国ですよね。アイランドですよね。ですから、そういった意味でですね、まあ、これまたこのあと数分10分以内で話を終えないわけですから、よかったら来週もまたと思うんですけども、はい、ぜひ、うん、ね、来週もぜひ出ていただいて、この続きをやりたいなと思うんですけど、まあ、要するにですね、これから、まあ、台湾海峡有事なんていう言葉がちらほら聞こえてくる、そんなタイミングにもなってきた。これはなぜかというとですね、2021年、太平洋軍司令官、インド太平洋軍司令官のデイビッドソンさん、ご存知ですよね。はい。デイビッドソンさんがですね、アメリカの議会の公聴会でですね、今後6年以内に台湾海峡で何らかのリスクが高まるという話をした。で、それから7ヶ月後、同じ21年の10月には、アントニー・ブリンケン氏、ブリンケンさんがその時期が早まったという、はい、まあ、時期を前倒ししたというようなことがありましたよね。そうすると、はい、あれが2021年ですから、あそこから6年経てば2027年、しかしその時期がブリンケンさんの発言によれば前倒しされるとなると、2025年6年あたりが雲行きが怪しくなる時期ではないかという予測が立つわけですが、このあたりのですね、いわゆる今までも台湾海峡はフラッシュポイント、要するに何らかの有事が発生する、まあ、リスクの高めのエリアだという話がある中で、今回ロバちゃん実際台湾に行って総統選挙が終わった後、この辺のフラッシュポイントにまつわるような関係でいくと、どんな情報を今夜共有していただけますか、キスナーの皆さんに。そうですね、今の紹介した話が、実は私はたくさんの論文を日本語で発表しているんですけれども、はい、特に2021年のあたりから、で、私は、6年ではなく、より早くなるというふうに思ってます。うん、はい、で、まあ、私はその去年、遅くても去年の1月までになると思っていたんですけど、うん、幸いに、そうならなかったんですけれども、ね、まあ、早くなるということです。はい。だから今年台湾に来てる、うん。私は今年中にあるんじゃないかというふうに思ってます。そうですね。で、私がその、まあ、いる、予定している、その、まあ、大学の淡水の方は、はい、まあ、中国が
まあ、上陸するところでもあるので、うん、そういうふうにちょっとあの現場をまあいろいろ確認したいというふうに思っています。はい、で、友人の話はあのよろしければまた来週、うんね、したいと思うんですけども、ぜひぜひ。はい。で、あの、先ほど、その、まあ、国内政治で、はい、まあ、もう一つのことを、ちょっと紹介したいと思っているんですが、はい、はい、どうぞ。この政権運営に関しては、うん、ライサーの、まあ、助ける力が、ね、実は、あの、一つあるのではないかというふうに思ってます。で、はい、それが、蔡、総統が、まあ、引退するんですけれども、はいはい、彼女は非常にやっぱり人気があるん、うん、で、もう、彼女は昨日の夜、うん、挨拶したんですけれども、やっぱりみんな、なんていうその、まあ、支持者がメインだったんですけれども、うん、本当に、まあ、愛されている、はい、リーダーである、うん。そして、今から3日4日前、うん、その民進党の大きな集会があった、うん、総統府の真前、はい、で私も そこに参加したんですけれども、うんうん、まあ、8万から10万人ぐらい来ていたんですけれども、でこれ全ての世代が参加した、うん、なるほど、もう子供から年寄りの方々まで、うん、はい、で本当にやっぱり愛されているリーダーである。うん、で彼女は、まあ、引退されても、うん、その、まあ、作った、やっぱりその、この8年間の政権の政策、はい、あるいはその、この、まあ、30年近くの台湾の民主主義を、やっぱり、まあ、ちゃんと継続できるような、うん、まあ、言動ではないんですけれども、まあ、為政者になる、うん、はい。もしかすると世界でさらに活躍する、うん、人になるんじゃないかなというふうに、うん、思ってます。やっぱり大統領、まあ、総統ではないので、はいはい、より自由に行動できる、自由に発言できる。本当ですね。はい。だから、はい、だからその世界の、まあ、舞台に、うん、はい、やっぱり活躍してほしいなと、そうですね、はい、そういうふうに思ってます。ありがとうございます。ロバちゃん、実はですね、私も去年の年末、ライセットク候補の選挙事務所を訪問しました。そして、うん、選挙参謀の人たちといろいろな議論もしまして、で、まあ、私なりにこう気をつけなきゃいけないところがこんなところかなっていうのを日本からの視点で、実はお話を申し上げたんですけれども、うん、まあ、私はですね、実はある方からネット上でご指摘いただいてびっくりしたんですけども、実は頼清徳さんの X、 昔の旧ツイッターですね、このツイッターで頼清徳さん、たくさんの人にフォローをされてるんですけども、頼さん自身がフォローをしているのは実はたった9人なんですね。頼清徳さんのアカウント9人のうち、日本人をフォローしておられるのは3人なんです。9分の3で、1人はですね、私が防衛副大臣の時の大臣であった岸信夫さん、安倍晋三さんの弟さん、実弟ですね。でもう1人が茂木敏充幹事長、自民党の現幹事長。そしてなんと残る1人がですね、私なんですよ。中山康秀なんですね。さすが。いや、もう私、嬉しいですね。そういう意味で。うん、ライさん、ね、最後にお会いした話とかもまた来週させていただけたらと思うんですが。ぜひ、はい、うん。本当にライさんがですね、こうやって、いろんな意味で日本との活発なつながり、関係性っていうのをこれからも、すごく、真摯に、意思を示されてらっしゃる姿とか もう過去にもずっと見てきてますから。で、蔡英文さんの下で右腕って日本語ではよく言いますけど、本当に素晴らしいブレインだったと思います。さあ、この続きをロバちゃん、来週、もう残りあと54秒しかありませんので、最後マドンナの防具でお別れしたいと思いますが、今日はですね、令和6年初のロバちゃんとやっちゃんの政治談義でございました。ロバちゃんの今日のご出演はなんと2年半ぶり38回目の出演でありました。ロバちゃん、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それじゃあ台湾気をつけてください。また来週も楽しみにしております。キスナーの皆さんも来週もロバちゃん来てくれますんで、よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。
お風邪など召されませぬように、そして、震災災害等を含めてお見舞いを申し上げます。ご冥福を申し上げ、皆様ご安全にお過ごしください。それじゃあ頑張りましょう。おやすみなさい。中山康秀でした。ありがとうございました。というわけでロバちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。今地上波の放送終わりました。わかりました。来週の日曜日、私は川西に帰ってきてる今そうで、はい、じゃあスタジオで来てるので、はい、じゃあスタジオに、多分ちょっと自宅から。オッケーオッケー。じゃあ自宅からリモートで、はい、でどうしようか。日本に、そうね、一時的に帰ってきて、うん、で次の日、はい、で次の朝からまた東京出張があるので、なるほど、ちょっと夜家で寝たいと思う、はい、了解しました、はい、じゃあよろしくお願いします。こちらこそ、来週の日曜日も、今度はどっちかっていうと安全保障、それから軍事面の話、それを中心にちょっと来週は話しましょう。はい、ぜひ、はい、ありがとうございました、はい、今日は本当にありがとうございました。はい、はい、お疲れ様です。今ライブでですね、 Facebook ライブと、それから Instagram ライブ、はい、それと、はい、あとは Twitter キャスティングライブで聞いてくださってる方が、うん、おられます。はい、20名ちょっとおられます。よろしく、はい、何かコメントがあれば、はい、皆さん聞いてくださってますので、うんうん、そうですね、やっぱりまず台湾に遊びに来てください。まだいらっしゃってない方がいましたら、ね、やっぱり見に来た方がいいというふうに思ってます。そうですね、はい、やっちゃんと行くロバちゃんを訪ねるツアーみたいな。おお、で面白いね。リンタイフォンの小籠包をロバちゃんがみんなにご馳走してくれるというね、そんな感じでどうでしょう。朝がゆもつけちゃうよみたいな、はい、まあどうでもいいですね。わかりました。はい、まあ本当にね、いずれにしても気をつけてください、いろんな意味で。はいはい、はい、ありがとうございます。ご安全に、はい、もう世界中怪しい動きがいっぱいですから今。うんうん、そうです、うん、ね、怖いですよ。そう、本当に先生も気をつけてください。あ、どうもありがとうございます、はい、本当に怖いですけど、気をつけます。それじゃあ、はい、おやすみなさい。ロバちゃん、ありがとうございました。はい、どうもおやすみなさい。はい、ありがとうございます。どうもすいません、失礼します。はい、失礼します。はい、来週は来世徳さんの、ティーム台湾のジャンパー着てきます。うん、ぜひ、はい、はい、来てください。ありがとうございます。はい、はい、それでは失礼します。失礼します。このジャンパーね、このジャンパー。はーい。このジャンパーです。皆さんありがとうございました。というわけで、今夜のヤストラダムスは、これでお開きと。いうことにさせていただければと存じます。ロバちゃんが台湾に来てくれって言ってましたので、もしお時間ある方、みんなで行きましょうかね。ロバちゃんが台北にいるときにぜひみんなで行けたらなと思います。以上申し上げて、今夜のヤストラダムスはここでお開きでございます。それじゃあ皆さんありがとうございました。来週もよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。それじゃあツイートキャスティングライブ、今日はたくさんのコンティニューコインもありがとうございました。感謝申し上げます。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。よいしょ。Facebook ライブも本当にありがとうございました。おやすみなさい。はい、どうもありがとうございます。すいません、おやすみなさい。ありがとうございました。失礼します。お世話になります。